安倍忠賢は、江戸時代後期の大名、武蔵国忍藩九代藩主、道の区国白川藩主、忠明系安倍家九代、武蔵国忍藩八代藩主、安倍正義の次男として誕生。陽名は鉄丸。文化五年、三歳の時に、父が死去しか徳を相続した。政権は病弱であったため、藩政は、実母、大住院と、 本家筋の貧乏国副山藩主、安倍正清が貢献した。文化13年4月に、美濃国、伊勢国、尾張国及び東海道にある諸河川の修復条約を命じられ、この不審経費を苦面するために藩内の村々へ御用金を付加した。その結果、以前から逼迫していた犯罪性が、ますます悪くなり、藩士や領民の生活までも苦しくなった。 文政元年には、藩内の足軽65人が、諸手当ての支給、借金返済の延期などを要求して、江戸藩邸に豪訴する事件が起きている。文政6年3月24日、幕府より、おし藩、伊勢国区はの藩、道の区国,国白川藩の味方領地下へを命じられ、安倍家は183年にわたって統治した忍より、白川に違法されることになった。同年月日、 江戸藩邸にて死去。将軍家へのおまみが済まないうちに死去したため、家にはない。なお、家督はいとこであるマサーツが相続した。ありがとうございます。